前さ、雑談枠ですげえ仕事の話したらすげえ面白かったって言ってくれるマシュマロがいっぱい届いて、 IT 系の仕事してる人って多いんかな。ね、下手な合コンの話題いいじゃん。お仕事から聞くの鉄板よ。合コンでお仕事から聞くのは、多分社会人になってからの合コンってほんま2年目ぐらいまでの間に先輩に連れられて行ったことあるぐらいやけど、でもさ、合コンでなんとかできるやつってマジですごいよな。あ、ほんま喋れへんわ。なんかあの合コンの雰囲気。だって合コンってさ、狙ってる前提で来てんやろ。ちょっと何かいい空があれば、お近づきになりたい前提でお互い来てんやろ。合コンって。声は、何も喋れんかったわ。なんか普通に別にそんな気ない友達前提の中から、この人いいかもっつって発展するのはまあいいんやけど、ときめもマスターなのにって、ときめもで合コンはない。ステータス上げて吉尾から電話かかってきて、おい古川、明日合コン行こうぜ。ないのよ。そういうシチューは学べないのよ。合コンは別なのよ。合コンからよく仲良くなれるよな、みんな。なんかさ、その前提で集まっちゃったらさ、なかなか厳しくない？どういう感じなんやろ。下心ある前提で行くんじゃないの？でも合コンって言ったら。ねえ。そしたらなんか、怖ない？まあその前提だから楽なんかもしれんけど。場合による。単に人と知り合いたい。あ、でもさ、単に友達と知り合いたいんであればさ、ああいうのに合コンっていう目打たれたやつじゃなくて、普通になんかオフ会に行けばいいんじゃない？で、そっからまあワンチャン、いい関係になればいいねみたいなのあるかもしれんけど、合コンって本当にあるのか、それはある。俺も行ったことはある、行ったことはあるので、あの存在は本当ですよ。あ、嘘じゃないよ。俺も行ったことあるもん。オフ会も同じ。いやでもオフ会はその話を喋りたくて行くんじゃないの。ただオフ会にそれ目当てで来るやつがおるからややこしいんやけど、別じゃない。デッドバイデイライトのオフ会とかあるんじゃないの。そうや、そういうこと、そういうこと。デッドバイデイライト好きな人集まれっていう会あるんじゃない。俺ゲームのオフ会みたいなやつはたまに行ってたよ昔。あのね、ドラゴンクエストモンスターズのオフ会行って、中学生ぐらいの時かな。で、結構大人の人とかもいて、みんなさ、自分たちのパーティーをめっちゃよ、スライムレベル99でどう戦うかとかさ、いろんな戦い方を見出してさ、今の俺みたいなことやってんのにさ、中二病やからさ、もうゴリゴリのダークドレアム、ミルドラース、ダークドレアムみたいなパーティーでさ、爆裂拳打ちまくって会場冷え冷えにした覚えてるわ。友達と言って。君のパーティーは何だい？ダークドレアム、ダークドレアム、ミルドラースです。ワーターボーを2匹手に入れました。ソフトを2本用意してね。へへ、爆裂拳、ダダ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 、冷えーみたいな。その思い出はあるわ。もうね、空気読まない中学生やったから、しゃあない。最強大好きやったから。あ、ダークドレアも最強っすもんね。バイキルと爆裂拳最強ですからね。最強しか興味がない時代ありましたね。はい、スプリングウッドやっていきます。ウィース、ウィース、ウィース。